白馬岳頂上直下の日本最大規模の山小屋である、白馬山荘と村営白馬岳頂上宿舎のキャンプ指定地白山、室堂山荘日本の山小屋一覧は、日本に現存する、あるいはかつて存在した山小屋の一覧である。以下は、地域別、五0音順、避難小屋を含む、名称には、小屋、山荘、ヒュッテ、温泉などが付く。 登山口や登山道及び山頂などに宿泊ができる施設が整備されている。北海道などでは無人で食事提供がない避難小屋が多い。オゼや中央、アルプスなどの一部の山域では完全予約制を採用している。大部分の山小屋は登山シーズン以外には閉鎖される。期間外に一部が緊急避難場所として開放される場合がある。 北アルプスの西保山荘と八ヶ岳の複数の山小屋などは通年営業を行っている。八ヶ岳の山域には非常に山小屋が多く、八ヶ岳が小屋が竹と称されることがある。一部の山小屋ではキャンプ指定が併設されていて、国立公園の山域では指定地以外の爆営が禁止されている。豪雪地帯の山域の避難小屋では、 小屋の上部に陶器用の入り口が設けられている場合があるが、白山などでは小屋全部が雪に埋もれて、今うこともある。小屋の建設と運営は、県や地元の自治体、民間、山岳会などが行っている。大部分では入浴施設がないが、ごく一部で温泉や露天風呂が併設されている。富士山の山頂近辺の標高3740メートル付近には、 日本最高所に位置する頂上富士館、扇屋、山口屋の小屋がある。食料の運搬やゴミの搬出は、以前は、牧歌や、協力と呼ばれる人力であったが、富士山レーダー建設以降は、その資材運搬で初めて用いられたブルドーザーと当時、建設された専用道が用いられている。富士箱根伊豆国立公園内にある。北アルプスは、日本の山小屋の中で、 最も大規模で利用者が多い山域の一つである。唐沢周辺の山小屋では、夏季休暇の他に紅葉シーズンにも多くの利用者がある。いくつかの小屋では、夏季に大学の医学部による夏山診療所が開設されている。後ろ縦山連峰北アルプス南部中央アルプスで、友人の営業を行っている山小屋は、北部の基礎駒ヶ岳周辺に集中している。 南部では大部分の小屋が避難小屋である。要所には山梨県や静岡県が整備した小屋が多い。収容人数は北アルプスと比べると少ない。また隣接する小屋間の距離は北アルプスと比べると長い。稜線上以外の山小屋では流水の水場がある山小屋がある。南アルプス北部南アルプス南部。ありがとうございます。